尖閣諸島の実効支配に動き出した日本に対して中国はなぜここまで反応するのでしょうか。最近のニュースで尖閣諸島周辺への中国船の侵入が話題になっています。9月28日、領海外側にある接続水域で中国の船4隻が航行しているのが確認されました。尖閣諸島周辺で中国の船が確認されるのはこれで55日連続になります。中国との緊張状態が続いていると言えるでしょう。中国はなぜ尖閣諸島にこだわるのか、なぜ尖閣諸島問題は解決しないのか。今回は日本が実効支配に動き出した背景と尖閣諸島問題について詳しく解説していきます。1. 尖閣諸島周辺に中国船が連続侵入。ここ数ヶ月で尖閣諸島周辺に中国の船が出没する回数が増えているのをご存知でしょうか。以前は月に1回から2回ほどだったのに対し、9月28日時点では55日連続で侵入しています。またそのうちの1隻は機関砲のようなものが搭載されていました。中国は2021年に停戦命令などに従わない外国船に対し武器の使用を認める海警法を施行しています。このようなこともあり、尖閣諸島周辺は緊張状態に包まれているんです。さらに8月28日に中国政府が公表した地図には尖閣諸島が中国の領土となるように書かれていました。近頃中国の尖閣諸島に対する動きが活発になっているのが分かりますよね。どうして中国の動きが活発になっているのでしょうか。それを把握するには尖閣諸島問題について詳しく理解する必要があるでしょう。 2. 尖閣諸島問題が起きている理由。まず尖閣諸島が日本の領土になった経緯をお伝えします。尖閣諸島は1895年1月に閣議決定が行われ沖縄県に編入されました。これは尖閣諸島が無人島であること、他の国の支配がないことを慎重に確認した上で行われています。この方法は国際法でも正当に領有権を取得するやり方として問題ありません。当時は尖閣諸島に日本人が移住し、さまざまな事業を行っていたそうです。しかし、第二次世界大戦で日本が敗戦したことをきっかけに、尖閣諸島が含まれた沖縄はアメリカの支配下になります。ここが尖閣諸島問題のポイントになってくるのですが、日本は1951年のサンフランシスコ平和条約で台湾などを放棄しましたが、尖閣諸島は日本領として残されています。実は中国はサンフランシスコ条約で尖閣諸島が日本の領土になることを認めているんです。そして1971年6月の沖縄返還協定署名で沖縄がアメリカから日本へ返還されるのですが、この対象区域に尖閣諸島がしっかりと含まれているんですね。つまり国際的な記録としても尖閣諸島が日本の領土であることが認められているのです。にもかかわらず中国は尖閣諸島を自国の領土だと主張していますよね。では一体中国は尖閣諸島に対してどのような主張をしているのでしょうか。主張の一つに中国が最も早く釣魚島を発見し命名し利用したというものがあります。釣魚島は中国での尖閣諸島の名前です。中国は過去の文献に尖閣諸島の中国名が出てくるということで発見し命名したとしています。さらに中国の使節団が沖縄に派遣された際に尖閣諸島を通り過ぎたという記載があるから利用したとも主張しています。しかし本当に発見し命名をしたのか利用したのかは分かりません。国際法に照らし合わせてもこの主張では尖閣諸島を中国の領土として認めることはできないのです。
他にも様々な切り口で主張をしているのですが、どれも根拠としては不十分で、尖閣諸島を中国の領土として認められるものではありません。しかし、どうして中国はここまで尖閣諸島にこだわるのでしょうか。確かに領土が増える方がいいとは思いますが、中国のような資源豊富な国が尖閣諸島にこだわる理由はないように感じますよね。一見何もないように見える尖閣諸島には、資源豊富な中国でも欲しいものがあります。実は1969年に学術調査が行われ、尖閣諸島周辺に石油があることが分かったのです。なんと尖閣諸島周辺の油田は世界で最も石油が取れる可能性まであることが分かりました。世界一の油田と聞けば誰でも欲しくなりますよね。豊富な石油資源があれば圧倒的な経済力を持つことができます。だから中国は尖閣諸島が欲しいんですね。実際、石油があると分かった中国は1971年に今まで尖閣諸島と書かれていた教科書の地図を釣魚台列車にいきなり変えています。明らかに石油があることが分かってから変えていますよね。他にも軍事的な理由があります。国の防衛には列島支配が不可欠です。実際、太平洋戦争では日本とアメリカは東南アジアの列島をめぐって争いましたよね。しかし東南アジアは現在アメリカの友好国となっているため、中国が支配するのはほぼ不可能です。だから中国は尖閣諸島付近の南シナ海の支配を強めて防衛を強化しています。南シナ海は核の原子力潜水艦を置く場所にも適しているんです。原子力潜水艦を動かすには海の深さがかなり必要なんですが、南シナ海は深さも広さも条件としてはぴったりなんです。さらに南シナ海の東方に潜水艦を展開できれば、アメリカを核ミサイルの射程に捉えることができます。つまり中国は防衛においても尖閣諸島周辺の制海権が欲しいのです。とはいえ、国際法で日本の領土と認められている尖閣諸島周辺の海域に侵入するのは意味がない行為だと思いますよね。しかしそうでもないのです。現在も問題となっている北方領土と竹島を例にお話ししましょう。3、中国が尖閣諸島の領有権を主張する真の目的とは。北方領土と竹島は国際法上でも日本の領土ですが、実質ロシアと韓国に支配されています。北方領土はロシア人しか住んでいませんし、竹島は韓国の軍隊が配備されてしまっているんです。日本はロシアと韓国に北方領土と竹島から離れることを求めていますが、おそらくそうなることはないでしょう。理由は簡単で、日本は一度取られると取り返すことができないからです。日本は戦争放棄をしているのもあり、憲法において領土の奪還ができません。そして国際法上でロシアと韓国が有利になるポイントがあります。日本は先に島を見つけ支配をすることで領土としてきました。しかし先に領土としても他の国に領有権が移る場合があります。それは他の国が領有権を主張して実効支配し、長時間経過した場合、時効あるいは長期間の平穏な実効的な占有により領有権は移転するという内容です。つまり北方領土と竹島が長年実効支配されて平穏な占有と認められると、日本の領土ではなくなってしまうということです。長年の支配と平穏について具体的な内容は決められていませんが、今のような状況が続けば日本が不利なのは確かでしょう。だから中国は北方領土や竹島のように領有権を主張し続けることで、尖閣諸島を自国のものとしようとしているんですね。ですから国際法上で尖閣諸島が日本の領土だと認められていたとしても、中国に取られないように守っていかなければいけません。
4. 日本が尖閣諸島を守るために行ってきたこと。日本が尖閣諸島を守る施策として行ったのが国有化です。もともとは当時東京都知事だった石原慎太郎氏が尖閣諸島を買い取ると言ったことが始まりです。東京都は寄付金を募り尖閣諸島を買い取ろうとしました。最終的には中国との国際トラブルを懸念して日本が国有化する形で買い取っています。どちらにせよ国有化されたことにより尖閣諸島に施設や港などを整備すれば有効に支配することができるため尖閣諸島を守ることができるようになりました。しかし実際のところ日本の施策は後手になってしまい支配と呼べるような状態になっていません。これにしびれを切らし実効支配に動くように主張したのが自民党の高市氏なんですね。高市氏は2022年に開かれた国会内の講演で実効的に日本の領土だと示す工作物の設置や日本の施政権が及ぶと明確に示す形を作るのが非常に大事だと話しています。憲法で領土の奪還ができないことを踏まえた上で早く動いた方がいいと主張したんですね。尖閣諸島に日本の建造物がないのかというとそういうわけでもありません。実は尖閣諸島の魚釣島には魚釣島灯台という海上保安庁の建物があります。他にも尖閣神社という神社がありました。しかしこの建物は中国人が不法上陸し繰り返し祠が破壊されてしまったことを受けて移設されています。さらに有効支配を強める効果もあるヘリポートもかつてあったのですが中国側の強い反対により現在はなくなっているんです。日本側の行動は少し弱気な感じがしますよね。その中で高市氏が強気な姿勢で建造物を建てようとしているため中国が領海侵入を繰り返すなど過剰に反応しているわけですね。中国の最近の動きとしてAIS を出すようになったのをご存知でしょうか。 AIS を作動させることで船の位置や速度などの情報を周りの船に伝えることができます。この機能は旅客船などで衝突防止のために使われています。しかし領海に侵入している中国の船がわざわざ位置情報を伝えるなんて不自然ですよね。筑波大学の毛利明助教はあえて位置情報を出すことでデータ上尖閣諸島周辺の海域にいる船が中国の船だけに見える状況を作り出していると言います。そうすることで尖閣諸島が自国の領土だと主張しやすいと分析しています。確かにデータで見ると中国の船だけかもしれませんがこのような行動が領有権の主張につながるとはとても思えませんよね。とはいえ武装した船が日本の領海に侵入しているのも事実です。日本側はしっかりと対応していく必要があります。 5. 今後日本はどうしたらいいのか。では日本側は今後どう対応していくべきなのでしょうか。それは政治家国民ともに尖閣諸島問題を自覚し覚悟を決めることでしょう。国全体で方針を固めることで尖閣諸島を守る具体的な施策を打つことができるはずです。ここで一つ尖閣諸島を守る取り組みを紹介します。沖縄県石垣市が8月からふるさと納税の返礼品として尖閣諸島周辺で獲れた高級魚アカマチを提供しているんです。尖閣諸島周辺での量を増やして領海を守ろうとしているんですね。しかし問題もあります。尖閣諸島周辺に漁に行くには往復で10万円ほどかかってしまうのです。支援金がたくさん集まらないと利益が出ないため漁ができない可能性があります。だから私たち国民はこうしたいい取り組みを知り協力するなどして積極的な活動をする必要があるでしょう。さらにこうしたいい取り組みは
メディアで取り上げられにくいため、認知されにくい状況です。取り組みを行っている沖縄でも、基地移設問題ばかりがニュースに取り上げられていて、尖閣諸島問題についてはあまり取り上げられていません。今では SNS などがありますから、友人や家族にシェアすることもいい方法かもしれませんね。また、国境防衛においても、日本の領有権を主張した積極的な姿勢を見せていく必要があるでしょう。油断した隙に中国人が尖閣諸島を支配してしまう可能性があるからです。侵入した船に対して警告のみではなく、取り締まり、場合によっては逮捕するなど、強気な姿勢も必要だと考えられています。日本政府が実効支配するために建造物を建てようとしていますが、簡単にうまくいくものではないでしょう。改めて尖閣諸島問題について理解し、国全体で対応することで日本の領土を守ることができるはずです。尖閣諸島問題について解説してきましたが、理解することができたでしょうか。領土だけでなく、資源や軍事面から見ると国際問題も理解しやすくなります。他の国が欲しいという場所は日本にとっても重要な場所になるんですね。また国際問題は尖閣諸島だけでなく、台湾有事や中国の南シナ海進出など様々な問題がありますよね。日本と同じようにベトナムも領海を中国に侵入されて問題になっています。その中で先進国である日本が適切な対応をすることができれば、改めてアジアの国として存在感を示すことができるでしょう。国際法上で認められている領有権を堂々と主張することは何も悪いことではありません。中国の言いなりにならないように、はっきりとした日本政府の対応に今後期待していきたいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。